公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生まれも育ちも神奈川県横浜、大好きな女優マルリオナです。今回のハマリポはいいものいっぱいマルシェのリポートです。いつもは横浜の施設やグルメを紹介してきましたが、今回はどんな感じなんでしょう。楽しみですね。というわけで今日は横浜駅北東口から直結、グルメや雑貨、ファッションなど個性豊かなショップが立ち並ぶ、人とペットに優しいショッピングモール、横浜ベイクウォーターに来ています。海が見えたり、シーバスの発着所があったり、素敵な場所ですよね。そしていつものようにここまではルート検索お出かけアプリマイルートを使ってきました。マイルートはルート検索はもちろんできるんですが、その他にも1日乗車券のデジタルチケットが買えたり、横浜のイベントがたくさん載っているのでとても便利ですよ。私もアンバサダーをつかめているので、ぜひ皆さんにも使っていただきたいです。それでは早速マルシェにお邪魔したいと思います。すごい、お店のテントがたくさん並んでますね。このマルシェはホテルレストラン向け業務用野菜卸売専門店つままささんが主催しているマルシェで、毎月第2土曜日横浜ベイクウォーターで開催されているそうです。野菜のプロが選び抜いたホテルクオリティの旬の国産希少野菜をはじめ、横浜の地元企業が美味しさにこだわり抜いて作ったいいものがいっぱいあるそうです。普段は一般消費者向けに販売していないレアな商品が買えるチャンスだそうですよ。では早速いろいろ見て歩いてみたいと思います。つまむささんです。初めて見ました。こちら何ですか？これは焼酎用のお芋で、黄金線香さつまいもなんです、初めて見た。こんな色なんですね。色の皮の色がこうやって白いんです。なるほど。しかもこれは、はい、芋焼酎で有名な小見の宝石、はい、が作っているさつまいもなんです、この芋焼酎のさつまいもを鹿児島から直接いただいて販売します。普段は全然買えないですよ。そうなんですね。こんなものであったりだとか、はい、ちょっと変わったこだわり野菜とかを販売しているのが紹介されて、で、これってこれからもってどうやって食べたらいいかってわからない。そうですよね。こんな話があるので、はい、最近始めたのがこちら、LINE の方を登録いただくと、はい、こういった野菜たちのレシピをそれは便利ですね。こんなことを始めたりとかしたので、まあ、こういった新しい八百屋さんなので、こういった見たことないものをしっかり野菜好きの人たちに増やそうよ、そんなことを考えています。またお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらは椎茸ですか？はい、あ、そうなんですね。普通の椎茸とはちょっと違いますね。椎茸は水で戻すとこのぐらい肉厚になるという。あ、本当だ、ちょっと熱くなってますね。ありがとうございます。あ、しいたけですね。すごい、ここは何をおっしゃるんですか？はい、こちらは小田原釜ですね。140人続いているお小屋でございまして、はい、この板付きのかまぼこがメイン、あ、メインで販売させていただいております。すごい、これがじゃあ一番人気みたいな感じですかね？そうですね、一番人気だったかなと思います。で、今日はペット販売なんですけども、はい、で、無添加のかまぼこですね。はい、これは全部無添加となっております。いいですね、体に優しい、体に、はい、魚の味わいが、自然な味わいが味わえる、はい、とても美味しい、はい、無添加、いいですね、はい、おすすめです。それとですね、もうちょっとお勧めしたいのがこちらなんですけども、はい、
ちらですか？魚種によってあのかまぼこの味わいが違ってまいります、うん、なのでその味わい食べ比べできるようにご用意しました。サバ、イワシ、イワシ、すごい、サバによって違うかまぼこの味わいで、はい、食べ比べできる。後ほどちょっといただきたいと思います。ありがとうございます。こんにちは、タルドレッシングの専門店の経営業店と申します。今回はあのインドのロード、どれがメイン？の店舗で今一番売れているのがオイルソース。オイルソース、はい、アヒージョ&パスタっていうソースで、あの味付けのオイルになっているんですけど、こちらを振っていただいて、あとは煮るだけ、絡めるだけで、あの万能な味付けになるという味付けのオイルになっています。たくさんありますね、はい。まあ、こちらのお肉にもサラダにも使えるという、それぞれの非常に人気になります。サラダのお肉もあるし、今あるだけで便利ですね。はい、今ですね、今回あのご家庭でご飯食べるときはどうしてもいいですか？ご飯してレストランに行くんですか？ぜひ皆さんね、来て、はい、ね、買っていただけたらでしたら。お、求め買いもあるんですね。はい、また買えるのは、本日限定です。本日限定だそうです。はい、固まってるオリーブオイルで、パンに薄く塗ったりトーストにできるオリーブオイルですね。絶対美味しそう。これオリーブオイルっていうのはいろいろあるんですけど、こちらもう本当の新鮮な、あの美味しいオリーブオイルを皆様のことでしょうということで、こだわってやっておりますので、結構本当に今このマルシェはみんなそうなんですけど、はい、ホテルだとか高級なね、ラップレストラン、そういったところは、あのミシュランだとか、そういったところでも使っていただいてます。ですから、まあ、はい、あとは本当に、なんとも皆さんに良いものを知っていただこうというですね、はい、頑張ってやっておりますと。これは家庭でもこの味が、そうですね、家庭でもですね。で、結構あのオリーブオイルって瓶から瓶までなるんですけども、新鮮な美味しいオリーブオイルでしたら何にかけても、何に使っても美味しいので、本当例えば果物なんかつけても本当にいいですし、はい、あと油っぽいやつとか甘ハムだとか、はい、油っぽいのと油っぽいのって入れちゃうんですけども、あのフレッシュ、爽やかになりますので、魚介類もいいですし、生のお刺身なんか使ってもいいですし、はい、本当にいいです。そうですよね、健康にもいいっていう。そう、健康にもいいですね。でオレイン酸というのがたくさん入っていて、人のあのこう皮脂と似てるそうで、あのオリーブオイルとかの歴史が長くてですね、お肌につけたり、すごい、お肌にランキングに全部してみたいですね。はい、コレステロールゼロも書いてあって、さすがです。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんかさっぱりしたような感じですもんね。
どのくらいで5回くらいになるので、幻想を取れたままそのまま乾燥して焼いてあるんですけど、もう何つったってお味噌汁、お味噌汁、ラーメン、えこのままつまんでいるだけ、すごい、納豆、夏焼き卵、サラダ、パスタなんかにも合います。えでもこれ以下あればもう何食も、何食も、はい、すごいですね。今業務用でラーメン屋さんとか日本食屋さんに行きましたけど、やっぱり一番おすすめやね、そうですね、家庭に一つあればいいですね。で、これが九州の魚連の有明の森を発表したんですけど、バター風味ってそれも珍しいですね。なんかこれもハマっちゃいますよね。ハマっちゃう美味しさです。美味しそう。これだけでも食べれる、もうこのままほぼおつまみでね、うん、食べていただいて、ただちょっとこれでパスタなんかに、ね、絶対美味しいですね。ネイト味使った、やばいやばいよの美味しさで、やばいよやばいよ出ました。いただきました、ありがとうございます。たくさんあるのでね、ぜひ皆さんもチェックしてみていただけたら、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこの店を主催している株式会社つまさの小山社長にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とても楽しかったです。見たことない野菜が並んでいたり、地元の商品も並んでいて、とても活気がありますね。はい、実はこのコロナ禍で皆さん苦しんでいる中での新しい形での販売という、それをこの場で展開させてもらっています。企画した理由はこのコロナ禍で、そうですね、きっかけで、このマルシェの他にはない特徴だったり、おすすめのポイントはありますか。実はですね、ウェブ上で先に先行販売して、それを購入することで、よりお買い得な条件で価
買い物ができる。しかも先に買ってもらえばここでは受け渡しするだけ。そんなのを仮想空間の新しい格好でのマルシェっていうのを開発することができる。時期にはとてもありがたいですね。そうなんですね。まあ、今後考えた時もやっぱりウェブ上で買い物をすることが当たり前の環境なので、そこと実際にこうやってマルシェっていうのを合わせるとか、そんな環境を通じていきたいと思います。動画を見てくださってる方に一言というかお願いします。はい、実は弊社はですね、LINE での公式アカウントを取り繕って、ここでは通常見たことない野菜たちをどのように食べたらいいのか、そんなこともご案内します。またこちらのマルシェの情報などもこちらで展開するようになっております。月に1回第2土曜日にご案内できます。こちらで案内して、こちらで販売しますので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。このいいもの1回マルシェ主催の株式会社のママサ代表取締役社長小山さんにお話を伺いました。横浜ベイクォーターで開催されているいいものいっぱいマルシェ、まだまだ掘り出し物がたくさんありそうなので、私もじっくり探してこようと思います。ハマリコでは横浜の楽しいイベントやスポットをこんな感じでご紹介していきます。次はどこを紹介するのでしょうか。本当に楽しみです。ルート検索お出かけアプリマイルートではこの動画に加えて素敵